ペンギンの顔を5回左右に動かしましょう。これはチャレンジ用のプログラムです。顔を右と左に1回ずつ傾けます。今回は右と左に傾ける動きを5回やりたいので繰り返すブロックを使います。制御パレットからこのブロックを選びます。こんな風に近づけて2つのブロックを隙間に入れます。このブロックはこの隙間に入っているブロックを繰り返し動かします。繰り返す回数はここで決めます。今回は5にします。これで顔を右と左に傾ける動きを5回繰り返します。最後に顔をまっすぐにしましょう。0まで回すとまっすぐになります。これで完成です。